2023年10月22日にウクライナ国防省が X 旧 Twitter に、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずのぞみになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、
自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手法と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたってわけだな。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャックインザ BOX との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にあるバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。